インフルエンザの感染状況について、仙台市では2週連続の増加となりました。一方、新型コロナの感染者は6週連連続の減少です。仙台市で8日までの1週間に確認されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり7.32人と、前の週に比べて0.21人増えました。2週連続の増加です。 地域別では若林区が14人、青葉区が7.55人、太白区が5.8人などとなっています一方、新型コロナの感染者数は1医療機関あたり2.95人となっていて前の週より3.14人減りました仙台市はインフルエンザが緩やかな増加傾向にあるため重症化リスクの高い高齢者などは 本格的に流行する前のワクチン接種を呼びかけています。